高岡直吉高岡直吉昭和17年9月1日は日本の内務省官僚政治家鹿児島県知事島根県知事宮崎県知事初代札幌市長近景館志向津和野藩出身北海道帝国大学総長である高岡熊尾は実定にあたる老いに高岡千香がいる1860年津和野藩氏。 高岡道高、AA の着難として、岩見国家の足群、後田村に生まれる。半校養老館で学び、後に、浜田県立英学所で学んだ後、関立東京英語学校から、札幌農学校に進んだ。同校を卒業後の1882年山口県、雇用係となり、1885年山口県立農学校の初代校長に就任する。 1887年北海道に渡り、マシュケガイ5群町宗谷街三群町を経て、1890年、根室街旧群町に転じた。根室群町在任中に、北海道町では最初の千島行政調査を行い、占い森島に渡った。1895年本町に戻り、三時間に進み、植民課長、小樽市長長、内務部地方課長を歴任。 1900年千島アイヌの調査のためしっこ担当に渡った。1902年土地制度と植民事業調査のためアメリカとオーストラリアに渡った後、1908年宮崎県知事に就任。1911年には島根県知事となる。初の島根県出身の島根県知事である。生死や陶器、薬物売りなどの産業振興に貢献した。 その後、鹿児島に渡り、鹿児島県知事になり、桜島噴火災害に奮闘した。そして、文字市長となる。札幌市会が直吉の文字市長職の満期を待って、札幌市長就任の要請をし、1923年、初代札幌市長となる。札幌では、電車事業の市営化のため、助川定次郎との交渉に尽力し、1926年に、その努力を実らせる。 札幌市の下水道整備等、ライフラインの整備の基盤を作り上げた功労者として、今なお札幌ではこの功績を称えられている。1942年9月1日、東京で成居。母碑には、十三味君に等、高岡直吉氏名と刻まれている。高岡直吉左三つどもえ、1998年、聖火跡に面した、津和野駅から、津和野大橋にかけての調動は、 高岡兄弟を称えて、高岡通りと名付けられた。ありがとうございます。